皆さんこんにちは。セイザーチャンネルはるかとあきです。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。まずはコロナについての最新情報です。ミャンマーでは雨季に入り、新聞やインターネットで病気の予防を呼びかけています。南部熱症、インフルエンザ、食中毒なども流行します。特に心配されているのが、南部熱症で今年1月1日から5月23日までの発表で247人が感染し、4名が亡くなっています。原因は蚊です。有効なワクチンがないため蚊に刺されないことが大事です。はるかはなったことありますか？はい、子供の時に一回なった。先月？はい、3歳。覚えてない。覚えてる。ちょこっと。ちょこっと。インフルエンザは？インフルエンザは時々ひどくないですけれども。予防、ミャンマーの人たちはどんな予防をしてますか？食べ物や、蚊に刺されないように、それを気をつけますね。食べ物も今の時期はね。何を食べる？あ、新鮮なものをってこと？はい、しかもそりゃそうだそうだよね。何か食べて予防できるんだったらみんなそれ食べるもんね雨季の時期の過ごし方、例えばよく聞くのは結婚式をしない、引っ越ししないとか。そうです。それだけ。それだけ、はい、単純に天気が悪いからしない。それは仏教の理由もありますよ。なんで仏教はしない？日本語ではわからない。ミャンマー語だと言える？ミャンマー語だと言える。ワデントンラ、ウボンさん、ウボンさん、お母さんたち、ちょっとおじいさん、おばあさんとか、ちょっと大人の人たちは、お寺にいて、お坊さんから教えること。雨が降ってる時期は？はい。なるほど。ありがとうございます。はい、次のニュースは、ヤンゴン地方のオクラバで開始された自動看護師でについてです。正規会社です研修所ユニットを搭載した車両で公衆衛生検査の実施を開始しました。これによりコロナや他の病気の疑いを早期発見できます。これからいろいろな場所に増えるといいですね。本日のニュースは以上です。さっき宝くじは買いましたか？宝くじは何ですか？1枚1000ジェット。1000ジェット、ワンダーです。ワンダーですね。それで、当たると何が違う？何が当たりますか？お金。お金。10億ジェット。10億ジェット。はるか買った？買ってないあれは月末まで売ってて、はい、いつ発表されるんですか？1日、まあ、公開するの発表は6月の1日に、発表されるのね、はい、10億チャット。はるかは10億チャットあったら何に使いますか？土日いっぱいします。あー、さすがさすが、素晴らしい。全部ドネーション？自分のために。自分のためも、ハムは自分のため、家族のためにも。ハムは自分だから。お母さん、お母さん、ハムは家族の親戚とドネーションだ。そうだね素晴らしいですね。はい、
それでは本日も動画を見てくれてありがとうございます。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、はるかとあきでした。バイバイ。